皆さんどうもこんにちは。改めましてコーディです。ラジオの前に皆さんに謝罪をしたくて動画を、こちら今現在シカゴにいるんですけど、シカゴのホテルから動画を撮っております。今回のラジオがコウ君とのコラボラジオ、初めてのコラボラジオで、すごいいい内容のラジオが撮れたんですけど、ちょっと収録のミスで僕の声がカラオケのエコー並みにエコーが入ってしまっていて、少し聞きづらい部分があるかもしれないんですけど、そこを本当にご了承よろしくお願いします。本当に申し訳ございません。コウ君も本当に申し訳ございません。これもね、ちょっと流すか迷ったんですけど、内容がすごい良かったのでこのラジオ流させていただきたいと思います。ではどうぞ。どうも皆さんこんばんは。コーディラジオクラブへようこそ。改めましてコーディです。今週もよろしくお願いします。本日は初のゲストを迎えてお送りいたします。本日のゲストはなこなこチャンネルのコウ君です。お久しぶりです。なこなこチャンネルのコウ君です。いや今日ありがとう、本当に全然ちょっとコーディ君の YouTube いつも見させてもらってるんですけど、ラジオ始めた時にコーディ面白いことしてるじゃんと思っていや本当になんか真っ先にさ連絡してくれて、はい、本当にありがとう。いやそうなんです。でめっちゃ嬉しかった。コーディ君のチャンネルでコーディ君が日本にいる時に撮ったじゃないですか YouTube。 あれ以来ちょっとまた出演したいなと思ってたんで、このラジオだったら日本とアメリカでも行けるじゃないですか。いや本当にありがとう。なんか日本に帰った時もさ、はい、動画撮りたいねって話してたんだけどさ、ちょっとなんかタイミングが合わなくて。そうなんですよね。だから結構久しぶりだね。久しぶりですね。いやありがとう。全然コウ君と話すのっていつぶりだろう。でもコウディ君日本帰ってきた時会ってたのはあったじゃないですか。そうだね。だからあれがいつでしたっけ。あれは12月だね、去年の。あ、じゃあもう半年以上前ですもんね。そうだね。あれからあ、そう違うじゃないですか。コウディ君1ヶ月前ぐらい LINE した、電話したじゃないですか。そうだね、 LINE 電話したよねそうです。コウディ君のちょっとコウディ君の今後のビジョンとか、うん、ちょっとアメリカと日本について、うん、話したじゃないですか。そうだね。っていうより、まあ、あの電話はコウ君に会いたいなと思って。いやそうですよね、アメリカ来てほしいなと思ってたんだけど、ちょっとまあ僕もちょっと売れっ子なんで、ちょっとスケジュールの調整がやっぱり本当忙しい男だないやマジで LA にマジで行きたいですよね、うん、もうコウディ君にも会いたいし LA を感じたいっていう。いやそうだね、はい。だってコウ君さ、アメリカ来たことある？ないんすよ。てかアジア以外行ったことないんすよね。最近になって韓国と香港行ってるんですけど、アジア以外行ったことなくて。そうなんだ。じゃあ海外行ったのも最近？去年。はい、そうです。そうなんだ。どうだった？いやだからちょっと街に日本語がないのが新鮮すぎて。ああ、そうだよね。そうなんですよ。でやっぱり海外行ったら韓国と香港しか行ってないですけど、それだけでも全然気づきがあるんですよね。あ、この国はこんなんだよみたいな、日本とここが違うんやみたいな。なるほどね。だからアメリカってやっぱり世界でナンバーワンじゃないですかやっぱり、うん、だからそこにどんなものがあるのかっていうのをすごい実感したいですよね。いやそうだ、そうだよね。はい、これが LA にいるうちに来てほしいな。いやそうですよ。コーディ君ずっと LA いるんですよね。そう、ずっと LA にいたい気持ちはあるんだけど。あ、なるほど。でもコーディ君は LA でコーヒーやチェーン展開するっていうのを僕は知ってますけどねコーヒー&ワインのワインバーと、コーディクラブワイン、コーディクラブワイン、めちゃくちゃイケてるっすよ。いや来てほしいね、本当に。いや行きたいです、マジで。というわけで本日は、はい、今と未来について、なるほど、話していきたいと思うんですけど、はい、本日のテーマは今と未来について。コウ君ってさ、 YouTube 始めて今どんぐらい？ YouTube 始めてもう4年半とかですね。4年半か。4年半で登録者数が142万人なんです。142万人か。おめでとうございます。まあ一応カップル YouTuber のオートップ走らせてもらっているんですけどまあいやでも本当に気が早かったですね、4年半。いや本当だね、マジで。はい、本当だね。その4年半さ YouTube やってきてさ、はい、もうなんかいきなり聞きたいことがたくさんあるんだけどさ、はいはいはい、その今後 YouTube っ
ってさ、うん、3年後5年後10年後って、はい、どんぐらいを見据えて今やってるの？ああ、いやそれも正直あんまり考えてなかったんですけど、うん、まあでもこうやってなごみと、まあ、この次の段階で結婚して、うん、でまあ子供生まれてってなったらすごいなんかファンの子がすごいコメントで待ってくれてるんですよね。結婚してその 子供を生まれたとこを見たいみたいな。なるほどね。なんで、はい、その最近僕たちって結構ライフスタイルとか Vlog 系の動画が多くなってきて、うんうん、なんでそれをそのままその流れで視聴者の人と共に一緒に成長したプロセスを見てもらうっていうのもいいのかなって思ったりもしてますね。なるほどね。じゃあ5年後も10年後も自分が YouTube やってると思う？いや5年、今10年後からですけど5年後とかだとやってる可能性高いのかなとか思ったりしますね。なるほどね。 YouTube のその先に何がある？ YouTube のその先、確かに難しいな。 YouTube のその先で、え、これ面接ですか企業の？え、ちょっと、え、俺ここ詰まったからもう落ちるねんけど。YouTube のその先は、まあ、愛ですよね。愛だね。なるほどね。YouTube をすることによってなんかいろんなファンの人との交流も生まれたり、いろんなあのいろんな僕たちと仕事の人とかとの関係も生まれたりとか、すごい YouTube って動画上げるだけじゃないんですよね。なるほどね。はい。で、なごみといろんな思い出を残したりとか、やっぱ愛がいろいろいろんなところに愛をもらうことができて。なるほどね。じゃあ愛をアップロードしてんだ。愛をアップロードしてかっこいい。LA 単語やん。愛をアップロードしてるんですよ。なるほど、ね、そうなんですよ。だからそれがすごいいいなって思いますね。なるほどね。今愛をずっと与えてもらってるっていう感じなんですよね。なるほどね。え、今こうくんさ YouTube 以外でさやってることってある？いや YouTube 以外だとあんまりなくて、うん、まあその自分のアパレルとかそのなごみだとジェンティーのあのコスメとかやってるんですけど、そういうのもちょっと いいなと思いますね。もう僕とかだとやっぱり焼肉ご飯とか好きなんで、うん、何かそっちとかで、まあ、アカウント作るなりいろんなまたちょっと違う動きとかも見せていきたいなっていうのはずっとあるんですよね。なるほどね。 YouTube 以外でさやってみたいこととかさチャレンジしたいことってある？あ、まあ、でもそれこそ焼肉好きなんで、うん、焼肉屋とか。そうなんだ。いいね。あ、なんかそういう飲食とか、まあ、お酒も好きなんで、まあ、焼肉食べながらお酒飲めるバーとかそういうのをやりたいですけどね。めっちゃいいね。そうなんですよ。そういうこと考えてたんだ。はい。それはもう YouTube と関係なく自分でプロデュースしてお店出したいなって、はい、あ、そうですね。なるほどね。本当に。あとまあ恋愛相談とかやっぱりカップル YouTuber ってよく受けるじゃないですか。うんうん。なんでそれとかもすごい質問くるんで、まあ、そういうコミュニティを作ったりとか自分で。なるほど。悩める恋愛に悩める子たちのコミュニティとか作って相談そこで受けるとかそういうのも作りたいなとかゆくゆくは思ってたりするんですけど。それ僕あの会員1人目で入りたいです。ああ、もうもちろんそこは会員ナンバーを押さえてきます。それはもう絶対に。ちょっと僕もコーディー君、はい、恋愛相談させていただきたいです。コーディー君ちょっと恋愛はまあちょっと悩んでそうな感じではありますもんね。コーディー君、まあ、コーディー君は3年後5年後10年後ってどういう段階になっていってるんですか、まあ、YouTube 含めこのコーディーっていう人自体が。あ、コーディーっていう人自体がなんか今の自分の気持ちはなんかその YouTube をやっててそのオフラインとかデジタルをすごいやってきたなと思ってて、うん、だから改めてオフラインとかリアルなその現場にどんどん、うん、なんだろう出ていきたいなと思ってて、あ、そのオンラインからオフライン、はい、あ、確かに、まあ、しかもやっぱり LA にいたら日本のファンのみんな会えないですもんね、なかなか。そうだね。だからオフライン確かに大切ですよね。もう僕たちもなかなかそれこそ TGC とかそういう出させてもらってる時しか会えないんですよね、うん、なるほどね。だから YouTuber ってそこが課題ですよね、オフライン。なるほど、本当そうだね。うん。コウ君って自分でイベントとか開いたりしてない？いや、イベントとかは開いてないんですよね。あ、そうなんだ。それはやらないの？もうやりたいと思うんですけどどういう形で開いたらいいのかなとか思うんですけど。
なるほど、うん、そうなんですよね。確かになんかそう今考え俺が考えてたのは結構さコロナが明けてさ、うん、もう意外に退屈じゃないと思って、うん、ではなんかそのイベントとかその確かにみんなが楽しめるようなイベントをしたいなと思って確かにそうだからそれでね最近その DJ をやってておやってますよね小池くん DJ そう今 DJ をね勉強してるんだよね確かに、まあ、そう好きでコーディ君がその LA のカルチャーとかそのご飯とかを持ってきて日本に、うん、それのちょっとフェスみたいなやってほしいですけどね本当にやりたいねいやマジでそういうめっちゃ面白いじゃないですかみんなが、ね、ただコーディ君に会えるだけじゃなくて、うん、それこそ LA に行ってるからこそできるイベント、うん、フェスっていうのをしてほしいですね本当にやりたいねだけど本当にいやそうっすよねそれこそ本当にそれ目標ではい、そう自分も楽しめるしみんなも来てくれた人が楽しめてそのなんか生活の楽しみが増えるようなことをしたいなと思ってて、うん、みんなの自分も含めてねいや仲間もめっちゃいるだからコーディ君が LA で古着とか買い付けてきて LA で売ってたやつを日本でそこでフリマみたいな感じで売ったりとかコー君も言わないでこれ全部考えてるんですかちゃんとそうだけど本当にそういうことやりたいなと思っていやマジで楽しみだからもしやるってなったらいやお願いしたいです、ね、マジでそうやりたいな一緒にやりたいですねだからその前に、うん、ちょっとコウ君は LA に来てほしいんだよねいやそうっすよねまあそこっすよねそうマジで行きたいっす、まあ、いつやないやマジでその英語が心配エコニックも英語も結構もうある程度だって話せるじゃないですか日常系はもうペラッペラッペラのペラペラペラっすかペラのペラペラのえペラ中のペラっすかペラペラのペラペラペラのペラもう3個いってるんすねそう3個いっちゃったあじゃあそれは安心ですLA ってやっぱ英語が不安だったんであなるほどねそのホテルとかご飯にしろそこはもう任せてよペラペラのペラの男がいたらそれは安心っすわうんそれはもう任せてよそこはさすがに任せてよ、ま、美味しいお店ももちろん分かってるとそれはもう任せてってうわ頼りになるな LA のこれは行くしかない美味しい焼肉屋さんも知ってますうわえアメリカの美味しい焼肉っすか気になる実はあるんですえそれ世界の牛角ではないですよね世界の牛角もあるけどはい世界の牛角じゃないのもありますそれ気になるわえもしかして美味しいコーヒー美味しいアサイとかも知ってるんですか美味しいコーヒー、美味しいアサイは当たり前に知ってます。当たり前に知ってる。いつも YouTube で見てます。なんかみんなビーチ行って筋トレしたりしてるじゃないですか。なんか LA 行ってる人って。うんうん、ああいうのとかしたいっすよね。いいね。いや一旦アメリカ見てほしいね。本当に。いやそうっすよね。なんか俺もアメリカに来てさ、いろいろ考えとかさ、価値観がすごい変わってるからさ、すごい。いいところは共有したいコウ君にもいやお願いしたいですでコーディ君は10年後はどうなってるかってじゃあまだ分からないっていう感じなんですねそれは日本にいるのかも LA にいるのかもどこにいるかは分からないんだけど一旦世界のいろんなところにを見たいっていうのはあってああじゃあアメリカだけじゃないってことですか例えばアフリカであったりいろんな地域行きたいってことですか南米であったりそうだね南米もヨーロッパも行ったことないからさああなるほどそうだけどそれはなんか3年後5年後10年後っていうよりなんか正直さ今本気出せばできることだからうんいけますもんねうんだから結構直近で考えてるかもあそれはでも長期滞在とかではなくってことですよね長期滞在ってどんぐらいイメージしてるか分かんないけどなんか何週間とかよりその月単位では行きたいなとは思ってるなるほど、うん、じゃあまあある程度長期中長期ではあるっすねそうだねへえヨーロッパとか本当に行ったことないからすごい興味あって、はい、なるほど、うん、アメリカと多分全然違うと思うから確かに、うん、でヨーロッパとか日本って歴史がすごい深いじゃん古いっすよね、うん、だからそういうの見ていろいろ感じたいなと思ってなるほどそうなんやあとさ一つ、はい、ちょっと全然話が変わるんだけど、はい、なんか今ラジオ一緒にやってる那須さんから、はい、質問をいただいてて、はい、
まあ、コウ君今4年半 YouTube やって、はい、まあ、たくさんの方に出会ったと思うんですけど、うんうん、まあ、好きな YouTuber と嫌いな YouTuber を教えていただきたいなと思って。なるほど。それはまずちょっとコーディ君から話してくださいよみんなコーディ君のも気になってるんですって視聴者はそれはゲストが僕らだけであって2人での会話なんですからでコーディ君が、嫌いな YouTuber と大嫌いな YouTuber お願いしますいやなるほどね。えコーディ君が好きな YouTuber ってどういう YouTuber ですか。俺が好きな YouTuber はなこなこチャンネルのコウ君チャンネル。あ個人チャンネルに絞ってきたえ絞られてます、まあ、えじゃあちなみにじゃコーディ君が好きなジャンルとか普段今見てる YouTube ってどういうんですか。見ます YouTube そもそも。今正直それ日本の YouTube は正直全然見れてなくて。ああなるほどなるほど。だからアメリカの YouTube は見てるんですか。アメリカの YouTube めっちゃ見てる。アメリカの YouTube は結構見てて、はい、まあ今見てるの Vlog 系がやっぱ多いね。 Vlog 系とか あとはそのアーティストとかが YouTube やってる人も結構多いからさ。そのああなるほどなるほど、はいはいはい。で今見てるのはすごい多いかも。だからまあこうくんにこれ、まあ、那須さんからのお便りなんだけど、はい、なんかその好きな YouTuber とかさおすすめな YouTuber 俺も結構探してて。ああなるほど。その結構探してるんだけど、はい、そのハマる YouTuber がいないから。そうっす。いや僕もなんか結構この人見るとかじゃなくてこの動画気になるから見るとかなんですよね。なるほどね。でもコーディ君の YouTube を、まあ、あの LA も気になるんで見てて、うん、でそこからあの春樹君とかもいるじゃないですか、うんうん、で春樹君のやつも見たりとか結構なんかかい。あと大谷翔平を毎回ホームラン打った後に先週あの会場の人にインタビューしてる YouTube とかあるんですよ。あそうなんだ。テリヤキタイムズっていう YouTuber さんなんですけど、もう毎試合行ってて大谷の試合に大谷さんの試合に、うん、で毎回そのあのお客さんにインタビューしてみたいなことをしてる。そういうなんかこれ海外系結構今見てますね。あそうなんだ。あとでもそれこそアメリカでもうほんまにすごいあのすごいなんてやる規模の YouTuber とかも見たりしてますね、うん、なるほどね。えコウ君はさ、そうなんですよ、はい、海外住みたいとかさ海外行きたいなとかいう、はい、思いとかよくある。いやでもありますね。その あるんだ。やっぱり僕たち YouTuber ってどこでもできるっていうのが強みじゃないですか、うん、なんでそれこそなごみと一緒に海外、まあ韓国とかも良かったんで、いい、ね、まあ、でもどちらか、はい、どちらかというと英語圏、うん、で 1,2 年とか生活してみたいなっていうのは全然ありますね。いいね。それこそなんか思ったのがなんかドイツって結構日本人コミュニティがあるみたいな聞いたことあって。そうなんだ、はい、ドイツって結構日本人多いらしくて。へえ。そういうドイツとかもいいなとか。そうなんだ。ドイツ、ドイツ語だけど、はあ、あ確かにドイツって英語じゃないんですね。ドイツは多分ドイツ語だね。なるほど。やっぱ英語圏内のとこに行きたいですね。1年2年。そうなんだ、はい、英語圏内英語を学びたいと、うん、まあ、やっぱり英語って絶対この先話せた方がいいっていうのも韓国香港って気づいたんですよね。日本人って英語で喋れないなって。なるほど。勉強してるのに喋れないんですよね。僕もめっちゃ勉強したのに。確かになんかそうだね、喋れると喋れないってなんか全然違うもんね、うん、全然違う。まあ、世界の公用語じゃないですか英語って、うん、なんで英語喋れたらあなんかもっと面白いこと言いたいのにワードが思い出されへんみたいなとかなるほど、ね、あるじゃないですか。そうなんです。だからもっといろんな人とコミュニティ取れあのコミュニケーション取れるように英語は絶対喋りたいんで、うん、それこそ 1,2 年とかで1回行くのもいいのかなとか思ったりしましたね。なるほど。確かに2人で行くのとかすごいいいね。しかもコウ君とかコミュ力めちゃくちゃ高いからさ、多分そうですね、それで結構ね、結構全然いけると思うよ。勢い大事ですかやっぱり。勢いは本当めっちゃ大事。やっぱり大事っすよね。本当に大事だと思う。喋れないなりに勢いに任せたらなんとかなりますもんね。本当になる。確かに流れに身を任して、はい、全力でやればなんとかなる。やっぱあとやっぱり海外とか LA とかもあのコミュニケーション能力はやっぱりめちゃくちゃ大事ですか。めっちゃ大事。英語喋れるのに絶対大事だから。それが大事なんですね。コウ君は多分海外行っても本当に全然余裕だと思う。マジですか。
うん、それ嬉しいな。なんか前聞いた時はさあんまり考えてない、はい、って言ってたけど、いやでも1年2年って意外とすぐじゃないですか。そうだね。だからちょっと生活してみるって本当に人生経験として本当に1回しか人生ないんでありだなと思いますね。なるほどね。もうそれはめちゃくちゃ楽しみです。うん、お願いします。次ちょっと嫌いな YouTuber で、コーディ君の嫌いな YouTuber ってどういうんですか？あ、嫌いな YouTuber？ 嫌いというか別にこう特定とかじゃなくて、あ、うん、こういう方向性は僕俺はあんまり好きじゃないなとか。なるほどね。それはあって、嫌いな人とか嫌いな YouTuber っていうのはちょっと難しいんだけど、はい、はいはいはい、けどなんか正直そのなんか差別っていうか男女差別とかさ、うん、うん、なんか、はいはいはい、とかバカ、そういうバカにした感じで笑いとるのは、ああなんか面白くないなっていうのあって、それはそうですよね、うん、なんかそういうのってアメリカってすごいシビアなのね。うん、いやそのまあ芸能、日本の芸能でも、まあ、最近あったじゃないですかそういうニュースが、まあ、日本の最近の芸能でもやっぱりそういう性的なニュースとかあって、それでその世界的企業がスポンサー離れるとか、やっぱりアメリカって本当にシビアじゃないですか。本当にシビアだと思う。そうですよね、うん、だからそういうのは確かに世界から見てもちょっと時代遅れな部分はありますよね。そうだね。だからなんか俺がちょっと心配というか怖いのは、なんかそういうので日本のエンタメが大炎上するのは結構怖いなっていうのあって。確かにそれが世界に知れ渡った時が怖いですよね。そうだね。確かに。え、逆にコウ君はどうなの？あ、まあでもまあどういうのやろな、俺はその女性の人とかでもうめちゃくちゃなんか例えば胸とかでサムネ釣ったりしてる人とかもなるほどね。なんかなるほどね。なんかなるほどね、自分のなんかそういう部分じゃないところで勝負しろよみたいななるほどね。なんかそこに対してもっとプライドみたいなのを持ってほしいなみたいなとか、まあ、そういうのを見たら思いますけど、うん、でもこれがめっちゃ嫌いとかは、うん、意外とあんまりなくて、うん、まあでも確かにでもなんか自分に誇りを持って中身にも対してもやってる人が好きなんで、うんうん、なるほど、そういうのがあんまり感じれなかったらリスペクトみたいなあんまり持てなかったりしますよね。なるほどね。確かに、うん、めちゃくちゃクリエイターだね。そうです。だから自分自身はすごい今動画作ってるものに対して自信もあるし、うん、そのいいものを提供できてるっていうのを思は自分の中で思えてるんで、それがすごい大事だなと思って。なるほど、うん、いやそうなんですよね、本当にそうだね、本当にそうだね、うん、その数字とかお金にフォーカスしてるのはあんまり好きじゃない、うん、好きじゃない、うん、確かに、うん、そうですね。特に本当にクリエイターだね。うん、もうすごいだから YouTube が好きなんですよね。 YouTube とか動画作りが自分は。なるほど。だから発信者っていうのがすごい好きになれたんで、だからすごい自分の中でもそのプライドとかも、まあ、あの自分の中の芯を曲げずにやってるんで。なるほどね。そういうとこありますよね。熱いね日本めっちゃ暑いんで今もう35度越してるんでそっちじゃないそっちじゃないですか？そっちじゃない。LA 行きたいこととかもうコーディ君に伝えれてたと思うんで、あとは僕がたちが LA 行くしかないっすよね。これはいや本当に LA 行くしかないっすよね。選択肢 LA8 月に来るか9月に来るかどっちかだね、はい、早いなクリエイターは LA 行くべきですか？これクリエイターは LA 来るべき。絶対行くべきっすよね。やっぱり、うん、来てマイナスは正直ないと思う。そうっすよね。絶対ないと思う。コーディ君、コーディ空港からコーディ便出てコーディ君の旅費払ってくれるんでしたっけ？コーディ君、それはなんかちょっとなんかおかしいね。おかしいね。それなんかちょっとおかしいね。全然全然。お金ってさどこに使ってるの？いやお金は正直、うん、物欲があんまりなくて、自分車も持ってなくて、うんうん、そうだよね。なんなら時計とかも興味ないんで、うんうん、まあやっぱりそう、たまる一方というかもうまあまあ、いわゆるなんていうの、日本語でなんていうんやろうな、お金持ち、うん、もういい、やかましいな、やかましいなあ、日本語でお金持ち、まあ、まあ英語で言ったらリッチマンもっとややこしいな。いやでも本当に家賃とか、うん、まあ、その住むところにはお金かけてるんで、うん、なんで他はもうあと食費だったりとか好きなご飯食べたりとか。なるほどね。そういうのが多いですね。
え、最近一番お金使ったのどこ？最近一番お金使ったのはいつやるな、本当に税金が一番払ったっていう最近めっちゃリアル。税金をたんまり払いましたね。なるほど。でも本当にうん百万とか使う時があんまりないっすね。なるほどね。はい。え、コーディ君一番最近した高い買い物何ですか？最近の高い買い物は DJ デッキかな。あでもやっぱコーディ君って頻繁に服とかも買ったり、いろいろワイン買ったりとかしますもんね。大きくなくても、うん、なんか自分の好きなところとか興味があるところにすごい使っちゃう ね。でもコーディ君はそこがいいなって思います僕は。あ本当に？はい、なんか自分の好きなことやっぱりがしっかりしてるじゃないですかコーディ君って。そのこだわりっていうのが俺ずっと日本いる時からいいなと思う、かっこいいなと思ってたんで、そこはめっちゃいいなと思います。嬉しい、ありがとう。いやマジで。あとこう思ったんですよ、俺なごみと話してたのが、そのコーディ君のあのカメラの画質めっちゃいいやみたいな、インスタの、うん、あれめっちゃいいっすよね。そうカメラ写真を始めてさ、はい、あれめっちゃいい。あ本当にありがとう、ありがとう、はい。写真ってね、背景が見えるからすごいいいなと思ってて。いや、わかりますわかります。っていうのと、あとは写真をやることによって物の見え方ってめっちゃ変わるなと思って。へえ。はいはい。そう、なんかどこに行っても一応カメラを持っていくからさ、はい、なんかここでこう撮ったら綺麗とかさ、はい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 、そう、なんか自分の見え方がすごい変わったなっていうのはすごいあって。なるほど、そういうことか。あれってカメラの画質なんですか、スマホで加工してるんですか、あれって、粒子とかって。あれはもうカメラに設定してるんだよね。あ色とか、なるほど、もうをなんか5パターンぐらい設定してて、あなるほど、いやあれめっちゃいい。場所とか状況によってそれを変えてた。なるほど。いやそれをちょうどなごみと話したんですよね。もうめちゃくちゃいいよな、見てコーディ君のインスタマジで。えそれめっちゃ嬉しい、はい、だから結構保存とかしたりしてましたもん。だ撮り方とかもうまいし。あ本当にそれは超嬉しい、はい、いやマジでよかったです。今日は来てくれて本当にありがとう。いやこちらこそありがとうございました。久しぶりにこんだけ話して楽しかったですよ、めちゃくちゃ。本当だね。はい、まあ、本当にこうくんってやりたいことが一つあって、はい、アメリカで動画撮りたいね。いやマジそれっすね。いやそれは俺も夢ですね。今年っすね。いやマジでちょっとそれマジで実現します。それは本当に撮りたい。 LA に憧れるのをやめましょう翔平いやだけど本当に実現しよう。いやお願いします、マジでそれを実現します。というわけで、はい、このラジオでは皆様からのメールを募集しております。宛先はコーディ .radiocrab@outlook.com、 コーディ .radiocrab@outlook.com。 概要欄にも記載しているのでチェックしてみてください。というわけで本日のゲストはなこなこチャンネルのこうくんでした。ありがとうございました。ありがとう。というわけでまた次のラジオもお楽しみに。バイバーイ。バイバーイ。